皆さんこんにちは。今回は話題のタレントフワちゃんについて、結婚や妊娠、出産の噂、そして彼女の言動や活動について詳しくお話しします。フワちゃんといえば破天荒なキャラクターで人気を集めていますが、彼女の私生活については様々な憶測が飛び交っています。まずはフワちゃんの交際情報について詳しく見ていきましょう。フワちゃんは1993年11月26日生まれの30歳。日本の女性の平均初婚年齢が 29.4 歳であることを考えると、フワちゃんもそろそろ結婚を意識する年齢になっているのかもしれません。実際フワちゃん自身も金持ちと結婚したいと発言しており、結婚願望があることをうかがわせています。しかし現時点では独身であり、確定的な結婚の話は出ていません。次にフワちゃんの妊娠や出産、子供の噂についてですが、これらも事実ではありません。フワちゃんが妊娠出産したという噂が広まった背景には、彼女が2021年10月に出演したテレビ番組ザ・世界仰天ニュースの再現 VTR がありました。この VTR でフワちゃんは出産するまで妊娠に気づかなかった女性を演じており、最後には出産シーンまであったことから、一部の視聴者がフワちゃん自身の経験と勘違いしてしまったようです。しかしこれはあくまでも演技であり、フワちゃんが実際に妊娠出産した事実はありません。そんなフワちゃんには彼氏がいるかどうかは明らかではありませんが、過去にはいくつかの熱愛の噂がありました。ここではフワちゃんの未来の旦那様候補として噂された4人の男性を紹介します。1人目はクイズ王として知られる伊沢拓司さんです。フワちゃんと伊沢さんは以前から交際が噂されており、2021年にはフワちゃんの愛車のオープンカーでのドライブデートが話題になりました。他にも2人の仲の良さを示すエピソードが多数あります。例えばフワちゃんとバーで飲んだことを伊沢さんが SNS で報告したり、テレビ番組でフワちゃんのキッチンが綺麗だと伊沢さんが発言したりしています。また伊沢さんの好みのタイプが年上で自分を持っている人であること、フワちゃんが伊沢さんの一つ年上であることなども2人の噂を後押ししました。さらにフワちゃんが本命チョコをあげるなら伊沢と発言したことや、ラジオの収録終わりに2人でタクシーで帰宅したという目撃情報もあります。芸能関係者からも伊沢さんが芸能界で最も仲がいいのがフワちゃんと言われており、2人の仲の良さは業界でも有名だそうです。しかしフワちゃんも伊沢さんも交際については否定しており、ただの友達と主張しています。2024年現在もフワちゃんと伊沢さんは仲が良いようですが、恋愛関係にあるという確証はありません。2人目の旦那候補は YouTuber のつりめさんです。フワちゃんとつりめさんがお付き合いさせていただいておりますというタイトルで動画を公開したことで2人の交際が噂されました。しかし実際にはこの動画のキャプションにフィクションですと書かれており、ネタ動画だったことが判明しています。興味深いことにリメさんはフワちゃんの弟に似ているそうで、フワちゃんにとってリメさんは弟的存在なのかもしれません。3人目の旦那候補は長崎修正さんです。長崎さんはフワちゃんを YouTube の世界に引き入れた相棒的存在として知られています。フワちゃんの才能に目をつけ、彼女に YouTube の話を持ちかけたのが長崎さんでした。当時フワちゃんはアルバイト先が潰れて収入がゼロの状態でしたが、長崎さんが資金を貸してフワちゃん TV をスタートさせ、見事大ブレイクを果たしました。長崎さんは現在もフワちゃん TV に携わっており、動画内でもかなり仲が良い様子が撮影されています。そのためフワちゃんと長崎さんは付き合っているのではという噂が広まりました。しかしフワちゃんはあいつはただの友達と交際を否定しています。4人目の旦那候補はお笑いトリオトンツカタンの森本慎太郎さんです。森本さんとフワちゃんはとても仲が良く、フワちゃんは森本さんのことを親友と呼んでいます。2人の仲の良さを示す出来事として
一緒に香港旅行に行ったことが挙げられます。フワちゃんは森本さんとの香港旅行の様子をインスタグラムに投稿しており、その親密さが話題となりました。男女で海外旅行をするほど仲が良いというのは珍しく、付き合っているのではという噂が出るのも無理はありません。しかしこれについても交際の事実は確認されていません。このようにフワちゃんの周りには様々な熱愛の噂がありますが、現時点で公式に交際が認められた相手はいません。フワちゃんの恋愛事情については今後も注目が集まりそうです。さてここからはフワちゃんの活動や言動についてより詳しく見ていきましょう。フワちゃんはテレビや YouTube など様々なメディアで活躍していますが、その言動がしばしば物議を醸すことがあります。特に2024年7月22日に放送された帰れマンデー見っけ隊での出来事が話題となりました。この番組でフワちゃんは福島県会津をめぐる企画に参加。その中で老舗の羊羹店を訪れた際、店内に飾られていた三河健一さんのサインを見つけ、誰が来てるんだ、三河健一も来てると呼び捨てで言及しました。これに対し共演者のサンドイッチマンの伊達みきおさんが、頼むから敬称をつけてくれと注意する一幕がありました。さらに羊羹店が創業200年であることを知らされたフワちゃんが、すごいじゃん、そりゃ三河健一も来るわと再び呼び捨てにしたため、伊達さんが頼むから3をつけてくれと重ねて注意する場面もありました。このフワちゃんの言動に対し SNS 上では批判的な声が多数上がりました。キャラでも何でもさん付けできないとか、コメントがいちいちダメ、お願いだから出さないで、わざとやってるのかわからないがの言葉遣いは地上波ではダメ、それに何者かわからんやつはいらない、せっかくサンドさんが大好きな福島なのに、フワちゃんかアメリカで頑張ってくれよ、伊達さんが警鐘つけてって指導しててさすが、などのコメントが寄せられています。実はフワちゃんが大御所を呼び捨てにするのは今回が初めてではありません。2020年、フワちゃんがブレイクを果たした頃、トークバラエティ番組メレンゲの気持ちに出演した際、さんまもたけしも徹子と小池百合子も友達になったと芸能界の重鎮や都知事を呼び捨てにしていました。また2022年に行列のできる法律相談所に出演した際もミュージシャンの吉木を呼び捨てにしています。さらに2024年1月放送の有吉弘行のプライベートジェット爆食ツアー、日本全国芸能人の勝負差し入れフェス2024では亀梨和也さんを呼び捨てにし、亀梨さんの事務所の後輩であるスノーマンの宮舘涼太さんに、いやくんねと指摘される場面がありました。このようなフワちゃんの言動についてある芸能関係者は次のように語っています。フワちゃんの無礼はたびたび波紋を呼んできました。彼女の言動は芸能界のルールや礼儀に慣れていない素人感覚から来ているのかもしれません。しかしデビューから数年が経ち、そろそろ玄人として振る舞うべき時期に来ているのではないでしょうか。フワちゃん自身も2020年12月に配信されたヤフーニュースオリジナル特集のインタビューで自身の言動について次のように語っています。別に尊敬してないとか舐めてるからタメ口っていうわけじゃなくて、私はついこの間まで素人だったからテレビを見てまっちゃんとかさんまって言っていた、だからやっぱりそこは律儀な感じで呼び捨てにしたい。フワちゃんの言葉を借りれば、彼女の呼び捨ては律儀な気持ちから来るものだということになります。しかしテレビ業界で活動を続けていく上で、この律儀さが問題を引き起こす可能性も否定できません。フワちゃんの言動は彼女の素直さや率直さの表れとも言えますが、同時に芸能界のルールや礼儀作法との折り合いをどうつけていくかが今後の課題となりそうです。ここでフワちゃんの SNS 活用についても触れておきましょう。フワちゃんはインスタグラムや X などの SNS を積極的に活用しています。彼女の SNS での投稿はその日常生活や彼女の素の姿を
垣間見ることができる貴重な機会となっています。例えば2024年7月13日にはお笑いコンビコットンのキョンさんとのツーショット写真を X に投稿し話題を呼びました。フワちゃんはこの投稿にこの二人で週刊誌撮られたらウケるねとか言いながらその辺の道にスマホ立てかけて自撮りしてみたらなんか思ったより生々しく映りました。キョンとフワですというコメントを添えています。この投稿はフワちゃんの遊び心と自身の噂を面白おかしく扱う姿勢を表しており、ファンからも本当に撮られてる感じがする、自ら週刊誌に売り込めばいい、全然祝福するよなどのコメントが寄せられました。このような SNS での投稿はフワちゃんのキャラクターや魅力を直接ファンに伝える重要な手段となっています。同時にフワちゃんの SNS 活用は現代のタレントに求められるスキルの一つでもあります。 SNS を通じて直接ファンとコミュニケーションを取ることでより強固なファンベースを構築することができるのです。フワちゃんの SNS 活用は彼女の人気を支える重要な要素の一つと言えるでしょう。ここでフワちゃんの私生活についてもう少し詳しく見ていきましょう。フワちゃんは公私の切り分けをしっかりとしているようです。テレビや YouTube では破天荒なキャラクターを演じるフワちゃんですが、プライベートではごく普通の30代女性として生活しているようです。友人との食事や買い物、家でのんびり過ごす時間など一般の人々と変わらない日常を送っているとのことです。ただしフワちゃんの場合、その普通の日常がファンの関心を引くことも多々あります。例えばフワちゃんが愛用している化粧品や服のブランドが話題になったり、彼女のおすすめのレストランに多くの人が訪れたりすることもあるそうです。このようにフワちゃんの影響力は彼女の私生活にまで及んでいるのです。一方でフワちゃんは自身のプライバシーを大切にする一面も見せています。特に恋愛に関しては慎重な態度をとっており、噂になった相手との関係性についても明確な言及を避けることが多いようです。これは自身の私生活を守りつつタレントとしての活動に集中するためかもしれません。フワちゃんの今後の活動を考える上で彼女の人間性や価値観について触れておくことも重要でしょう。フワちゃんは自身の経験や考えを率直に語ることが多く、そこから彼女の人間性を垣間見ることができます。例えばフワちゃんは自身の成功について次のように語っています。私の成功はたくさんの人の支えがあってこそだと思います。だからこそこれからも多くの人に笑顔を届けられるタレントでありたいです。この言葉からはフワちゃんが自身の立場や責任を真摯に受け止めていることがわかります。またフワちゃんは社会問題にも関心を持っており、自身の影響力を生かして様々な問題提起を行うこともあります。例えば環境問題やジェンダー平等など現代社会が抱える課題について自身の言葉で語ることもあります。このような姿勢は単なる面白いタレントとしてだけでなく、社会に影響を与える存在としてのフワちゃんの可能性を示唆しています。フワちゃんの今後の活動において彼女の人間性や価値観がどのように反映されていくのか注目されるところです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。